いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、ポケモンスカワイ PV でチラ見せ中、今作のね、重要要素はということで、ポケモンスカワイのね、PV 第1弾と第2弾で共通点があってね、何かあるのかもと思いね、ちょっとね、いろいろ考えてみたので、こちらについてね、動画にしていきたいと思います。ではね、今後もね、ポケモンの速報情報メイン。なんか速報情報メインっていうより、なんか考察チャンネルみたいになってますけどね。まあ、PV などの情報をもとにいろいろね、考えていきながら、ポケモンのね、情報チャンネルとしてやっていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、そしてね、動画の再生数の方がね、すごく増えており、すごくね、嬉しく思います。これからもね、ポケモン。まあ、ぜひね、今ね、スカバイの情報、どんどん取り扱ってるんですけど、リリースからも楽しんでいきましょう。というわけで、よろしくお願いいたします。では、今回ね、PV でね、共通して出てきたもの。こちらに関してはね、オレンジとブドウがね、共通して出てきております。まあ、明らかね、何かあるよね。みたいなね、出方してるんですけどね。PV 第1弾では実写のね、場面の後半でオレンジとブドウがズームアップされ、PV 第2弾ではそれぞれの世界の学校の、校章、らしき。あの、学校の、マークみたいな、ものとしてね、登場しております。で、特にね、PV 第1弾では光が収まってからすぐズームアップされてるので、何かをね、感じさせるような表現だとね、感じました。第1弾の時点ではね、やっぱり情報少ないので、まあ、何かあるんだろうな、っていう伏線ぐらいだったんですけどね。第2弾で、いろいろね、関わってきてるというわけで、ここについてね、ちょっと調べてというか考察していきたいと思います。では、オレンジについて、ちょっとね、オレンジって何なのか。こちらにね、まつわる花言葉としては、純粋、優しさ、愛らしさ、などがある。で、また、オレンジの色は、社交や交流を楽しむ、などの、無邪気で陽気な外交性を持つとされているが、それをね、過度に発揮されると、特定の人間関係やネットワークに依存する性質がある。というね、ちょっとよくわからないなと思ってる人、大丈夫です。もうちょっと見てください。で、ブドウについて。なんで、オレンジについて調べた結果、まあ、特定の人間関係やネットワークに依存する。特定の人間関係、ネットワーク。ここちょっと押さえておいてください。で、ブドウについて。こちらもね、花言葉で、陶酔、忘却、思いやり、事前。などがあります。で、また PV のブドウはね、青紫色の品種に見える。その青紫色はね、探求とか、真実の探求、追求。などの、精神や魂の自由を追求する性質を持つされている。内向きへ過度なエネルギーが向くと孤独。物質世界や人間関係の拒否、拒絶など内向き思考になるという。まあ、なので、オレンジは外向け、ブドウ内向け。っていう。まあ、この時点ではね、よくわかんないです。じゃあなんでオレンジとブドウが出てるのか。ここについてね、考えていきましょう。単独で考えてもわかんない場合、一緒に出てるので。ちょっとセットで何か共通点あるのかなって見ていきましょうか。純粋思いやり、事前、真実の探求など、良いイメージもあるが、PV 第一では登場した部屋は真っ暗だったので、ネガティブなイメージを強く伝えているように見える。オレンジとブドウのネガティブなイメージの特定の関係に依存、孤独、拒絶から考えると、何かを取り戻すというね、要素が出てきた。で、じゃあなんで部屋が暗かったんだろう。PV 第1弾でオレンジとブドウが置かれていた部屋は懐中電灯が必要なほど暗かった。また深夜の部屋で懐中電灯の明かりが印象的だったことから、暗闇の中に一筋の光が持たされるという解釈もできます。この解釈と何かを取り戻すという解釈を組み合わせると、何度繰り返しても取り戻したいが結局取り戻せずにいるという考えになります。なので、誰かが何かをね、取り戻そうとして頑張ってる。その中に一筋の光があるけど、まだ取り戻せてないのかと。いう風なね、考察になりました。取り戻す。取り戻せてないのかな。ってなった時に、時間が繰り返してる。で、現在ね、スカバイの伝説ポケモンの名前がね、コライドン。ミライドン。すいません、古代になってた。コライドン、ミライドンと、時間のね、前後、過去と未来っていう前と後ろを表す言葉をね、持ったポケモンとなっています。
で、繰り返すということで、ゲーム自体が古代と未来を往復して繰り返してるのかもしれない。なので、第3伝説ポケモンが繰り返す意味を持った名前のポケモンになるのかもしれないと思われます。なので今作に関してはね、時代や時空を盛り込んだ作品なのかもしれないかなと思います。で、第3伝説ポケモンの名前についての動画もね、上げてるんですけど、やっぱり時間ということで、まあ、いろんなね、コメントをいただき、あ、そうだなっていうコメントもありました。時間。だ第3伝説、やっぱ時間関係の名前を、意味を持ったポケモン。だから今作も時間なのかな。で、こうなった時に、ちょっとね、まとめていくんですけど、ネモがね、ライバルのネモですね。これがね、めちゃめちゃ、大事なキャラになってくるんじゃないかなということで、あの、ネモについての考察動画もね、ちょっと上げていきたいと思います。ちょっと一緒にしちゃうとね、ごちゃごちゃになっちゃうので、別動画で、伝えていきたいんですけど、まあ、今回はね、ちょっとね、考察動画、難しかったです。まだまだね、情報が出てきてない早めの考察になってしまったので、的外れのね、考察になってるかもしれないけど、まあ、ちょっとずつ出てくる情報の中から、こうやってね、考察してくるのも、また一つのね、ゲームの発売への楽しさなのかもしれませんね。というわけでね、今後もいろんなポケモンの動画上げていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、ネモについて動画お楽しみに。